안녕하세요ハリニ입니다今日はですね何をしていくかと言いますと私普段からネイルアートの方を好きですっごいいろいろな、ね、種類のネイルを今までしてきてるんですけどこの前、まあ、2ヶ月前にネイル行ったきり行けてなくてもう今すごいことになってるんですよね爪がもう伸びまくっててこんな感じで爪が伸びちゃってるっていうのもあるしもしかして家で自分でもできるんじゃないかなと思ってこの前ダイソーに行った時にすごいなんかネイル商品が韓国に結構売っててまあ日本にもそれは売ってると思うんですけど韓国のねそのネイルグッズダイソーでね買ってきたのでそちらを使ってねネイルをね今日はしてみたいと思いますまあネイルの知識は全くないんですよでも私ほんまにネイルが好きでもう毎月毎月まあ今月は2ヶ月サボっちゃったってのあるんですけど本当にね、結構毎月ネイルを受けに韓国でね行ってたんですねでほんまに1ヶ月に1回ちゃんと通ってたのでもしかして家自分でもできるんじゃないかなっていうそういうね考えに至ったわけでなので今日はお家でネイルの方をねしていきたいと思います今回私が買ってきたものを紹介していきたいと思いますまずマネキュアこれはジェルネイルですねジェル用のマニキュアを2つ、ピンクと白を買ってきました。どっちも300円です。最後に塗る用のトップコートを1つ。で、これがLED のネイル、ジェルネイルを固めるやつですね。これが500円です。で、まず私このジェルをね、今ついてるやつあるじゃないですか。今ついてるこのボロボロのネイルを落とさないといけないんですよ。で、ジェルネイルのリムーバー、これでなんか落ちるみたいなので、これを買いました。ほんまに、これ落ちてくれなかったらほんまに話にならないので、これが使えるかがもう重要になってきますね。で、これがパーツをつけるやつになります。で、ここがデコレーションする、爪につけるパーツですね。こういう、可愛いなと思ったスティッカーと、この、ちょっと大きめのパーツですね。で、これも、なんか可愛いなと思って、買ってみましたこんな感じいろんなカラーのパーツはいこれでちょっとやっていきたいと思いますいやできるのかなまずこれ落とさないことね始まらないのでジェルネイルこれ落とせるかやっていきたいと思いますこれどうやって開けるんやろ開けたいとコットン持ってるコットンでちょっと落とせるかね挑戦していきたいと思いますマジでこれを押してくれないことには始まらないんですよこんな感じにしてこんなんもう見よう見まねですよやったことないからねはい一旦こんな感じでアルミホイルつけてこういうコットンにリムーバーを浸してそれをこういう風に巻きましたこれでちょっと置いたら取れてくるかな取れてくれたらいいけど10分から15分不細工ではありますけど両手にはめましたはい全部落としましたちょっと軽く爪を整えたいと思います長さをね傷だらけなんで長さをなるべく短くしたいと思います元からね爪自体は薄いんですよねでまあネイルしてたらちょっと伸ばせるみたいな感じで爪結構長かったんですけどもういや薄すぎるんでちょっと今回は短めでいきたいと思います本当に見よう見まねなんですよね。こういう風にした方がいいですよみたいなのはあると思うんですけど、いっぱい多めに見てください。ほんまにただやってるだけなんで。なので、真似はしない方がいいかもしれないですね。参考にはできないかも。ちょっとこれ開けていきたいと思います。これ、電池がいるみたいですね。ちょっと電池あるかな？ちょっと見てきます。電池を入れてきました。こうやって、なんか入れたら光る感じなんですけど、指をこう入れたらね。これ塗っていきたいと思います。では、こちらのネイル、ピンクと白を塗っていきたいと思います。あっ！白やと思ったら透明やった。でも全然あり。あ、透明いいやん。え、これベースかな、まあ、一旦全部透明塗ろう。どんなデザインにするとかあんま決めてなくて、シール、まあ、適当に上から貼ろうかな、みたいな。濡れてる透明やかなんか濡れてるかもあんま分からんない。はい、ちょっと。あ、ちゃんとあったかい。すごいすごい。ほら、ほんまにちゃんと。
え、すごい。これ500円でこんなんあるんや、今。すご。え、何乗せようかな。なんかでも透明やから、こういう色系のやつも全部バーって乗せても可愛い気がする。こんな感じで固まりました。ちょっとピカピカみたいな感じで。ちょっとこれ、何も塗ってない方なんですけど。こんな感じで、いけましたね。したら次、このパーツをね、つけていきたいと思います。これがね、すごい可愛いなって個人的に思ってる、多分私っぽい、私が普段からよく好んでつけてるようなパーツなんですけど、こういうネイル用の接着剤を買ったので、これでつけます。ここに置くって感じですね。よいしょ。こんな感じ、押さえればいいだけみたい。え、めっちゃ可愛い。ほら、あ、固まった。すごい。こんな感じ。あ、決めた。この言ってた白い花と、このなんか水色のなんかこのやつ、これをちょっと貼りたいと思います。こんな感じ、こんな感じに花となんか水色の点々みたいなやつを貼りました。かわいいやん。はい、こんな感じで水色とピンクを適当にばらまきました。はい、一旦こんな感じでできてます。最後あとここ一つですね。なんか貼りたいんやけど、真珠っぽいやつの、真珠っぽいシールをこう貼りました。これでいいんじゃないね。ちょっと上からかぶせて、もうこれで固めようかな。なんかかれこれもう数時間こうやってやってるような気がします。塗って乾かして塗って乾かして。一旦この左手は完成したのでお見せすると、こんな感じです。ちょっとここ歪んじゃって、もうあのデザインを変えてみました。で、左手、あ、右手か、右手はまだパーツ付け終わってないのでちょっとつけてきます。ネイルはこんな感じにできました。どうですか？パッと見でもじっと見たらね、すっごいなんか安っぽいというか、やっぱりそりゃお店でするのに比べるとね、すごい出来が悪いんですけど、パッと見結構良くないですか？親指こういう感じで大きめのパーツをつけました。で、人差し指がどちらもお花のスティッカーをつけて、シンプルすぎるなって思ったので、この人差し指のところにお花を貼って、ここにピンク色でちょっと丸っぽくこう色を入れました。で、反対はこの中指のところにこうピンクで入れてみました。で、ここにシール、こういう丸い形のシール貼って、で、ここはなんか干したお花を入れて、小指にこの真珠を一つ入れました。で、反対は最初につけた方なんですけど、この真珠がちょっと真ん中から歪んじゃって、それがちょっとこれだけやったら微妙やなと思ったので、ここに丸ピンクの入れたのと、で、ここはなんか水色とピンクのストーンっていうか、なんかストーンみたいなやつをバーって適当に散らばせて、で、小指にはなんかこう丸いスティッカーを貼りました。で、こんな感じですね、全体。はい、こんな感じでね、今日はネイルの方をしてみたんですけど、どうだったでしょうか？時間がすっごいかかっちゃうっていうのと、このこれ自体が多分すごいいいものを使ってないので、これ500円だったんで結構時間がかかるんですよ。こうやって指入れて、これをまあ1分ぐらい置いとくとか、しかも何回も塗り直してこうやって手入れて、その間動けないじゃないですか。ネイリストさんにこうネイル受けてる時って、反対の手ネイル受けながら左手はこうやってこのレーザー当てとくみたいな感じなんですけど、自分でやってるとこうやって当ててる間の1分間ボーっとして、で、またちょっと塗ってはまた乾かしてみたいな、そういう細かい、ほんまに時間との戦いみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりネイリストさんにネイルしてもらった方が、そりゃね、時間もすっごい短縮できますし、多分持ちもいいでしょうし、これからはね、私もお店に行ってね、受けるとは思うんですけど、ちょっと面白半分
ってちょっと気になったのでやってみました。なので参考にはねなるかわからないんですけど、この動画がね面白かったって方はぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をしてくださると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。